時刻は8時を回りました。2014年12月30日皆さんいかがお過ごしでしょうか。始まってまいりますよ。ラジオで、ガーン。はい。えっとですね。バカばっかり。<laughs> 十二月三十日もう残すところ一日でね。はい。二千十四年終わるわけなんですけども。そうなんです。パーソナリティの後です。はい、止めです。こんばんは。よろしくお願いします。ああもういやもういいですね。あの節目の時期にラジオができるっていうのは。そうですね。もう今年最後のラジオでご、そうそうそう。今年最後ですよ。今年。来年やっていきますからね。 そうですね、今年最後です、もう聞き納めって、まあねじゃあそうですけども、あっという間でしたね、一年。いやー、もう振り返ると、いろんなことありましたけども、後ほど、まあフリートークの時に、またちょっと振り返っていこうかなっては思っておりますけども、いかんせん寒い、寒いですよ、もうね、しょんべんから湯気がね、あのねしょんべんから湯気出ることもあるんですけど、お尻の方から出てくるものからも湯気出てくる。 おげれつですね。おげれつな番組です。のグさんから湯気が出ることもありますけど。さんつけんな。のグは外で。すうちでやろうちで。おうちの中で。はい。いやこんな感じですよラジオでごもうねこんな感じでねもう何年目ですか六年目ですかやってますけども。来年からメンバー入れ替えてやろうかなっていうね。僕ら二人が引退っていう。マジっすか。もう。 後,後輩に任せる <laughs> <laughs> いないし後輩とかまだ育成してないですからね番組名も変わると思うんですけどねそ,そしたらもうまるっきり変わることだからねラジオでこう、ね、ゴ,ゴーが終わるってことですから いや続けていきますよはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれとですねもう3ヶ月スパンでやってたあのモストバリアブルファイナルアンサーはい今日決定しますんでそうなんですよいつもはねあの次週の冒頭に言ってるんですけどもう今日で今年終わりなんでねそうですラジオでうはそうですわだからもう今日で発表させていただきます楽しみにお楽しみにね本当にもうね お正月モードになってまいりましたね、このスタジオも。クリスマス経て、いやもう早いですよね。そう。スーパーとかね、ああいうところデパートとか、ああいうところっても大変だと思うんですよね。切り替えがすごいから、もう二十六日からもうねクリスマスモードスパーンって新年終わって、新年モードに入ってきますから。そうだね。もう来年は羊年ですか。え？うん、そうなですか。羊です。今年は？今年はえっと。 うまだな。ね、だう,うまだうま。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 大きい声で。それはおいしいの食べた時のリアクションね。うまー。<laughs> 来年羊ですか。<laughs> そうですよ。いいですね。うーん、可愛い,い年ですね。眠り年になりますね。<laughs> 眠っていきましょうも眠れるんであればもう皆さんね大体の方が休みに入ってるんじゃないですかねそうだと思いますよ僕はちょっと残念ながらね風邪正月なりそうですね本当によね風邪若干引いてんだよね今あの嫁さんがね先に風邪引いてましたわ年末の風邪もいやらしいですね本当きついいやらしいこれですけどいやらしいよなんで なんでかねなんで風邪ひくのね、僕はもうね、うんあの、結婚する前から、うんあの、楽しみも苦しみも分け合おうということで、<laughs> 風をね、分け合おう。嫁がね、はい、きつそうだから、シェアしてもらいます <laughs> <laughs> 時代はシェアですから <laughs> <laughs> はい優しさですねラオスさん今日友達さんにもシェアしようかなこの幸せをやめてこの幸せをマジやめて熱中症がいもういいですいくらねあの疲れを癒すと言ってもでも若干痩せましたねやっぱご飯食べないんでそうなんですかえにまあ二三キロぐらいですかえどれぐらい数かかってんのえっと昨日からですわおはやくお前二キロ落としたねそうそうそう今日何トマトしか食べてないですけど 減量前の力石みたいなトマトの、前、明日の女王見たからって言うな、よくご存じで、はい、ありがとうございます、はいはい、まあね、ごめんね、明日の女ですけれども、あれ見てたら、やっぱ力石、ファンが多い理由が分かりますね、過酷ですからね、体重減らしてまでジョーとやろうとする、そう、二階級落とすんですよ、そそそうううここで逆にね、ジョーが増えたら受けれたんですけどね、いたちごっこ。 絶対勝負つかんであれぽちゃってるって再選はもうお互いまた刑務所でもういいわえ作るのもう楽しいはいまあそんな感じでお送りしていますラジオで GO ですけどももうですね年明けると大体ねお笑い番組が集中してきますけどもそうですねなんと今年紅白」に中森明菜さんが10年ぶりにあそうなんですかすごいですね楽しみですねあの 昔有名だった方がまたカムバックするそうですねありますねみますけあえっとプリンセスプリンセスそうそうそう去年かな去年ですねちょっと失敗したけど失敗言うなまあありますよそういうのもねありがたいことですよねだか坂上忍さんとかね成功してますからねああすごいね大成功ですよあれはいくらもらってるんですかねわおもうすごいですよ 何があるかわかんないですからね、ラを変えて再登場あラジオで落ちていくかもしれないしね、だんだん落ちていってますからね、ただ嬉し上上ががっっててるる嬉しいのが新規リスナーとカンバクリスナーが帰ってきた時の喜びっていうのがすごいですね、うれしいね、そういうのもあります、これ2時間目にフリクで話していきましょう。ちょろっとね、いきましょう。じゃあ、ですね先週のター・真里アナアンサーを今、この時間に発表させていただきまたいです。けどねちょっとまこののアンサー ちょっと今確認できないんでですよももう決まってるんで名前だけで名前だけでいきましょうか先週の大喜利のお題がですね長年にわたるサンタさんとトナカイの確執とはでしたねはいこれに輝いたのはこの方です行きましょうじゃあ先週のモスタバリアブランサー発表させていただきます先週のモスタバリアブランサーこの方です ラジオネーム、ミコスリピューまっはさんです。ま大体、内容覚えてるんですけど、拾った女に自分のトナカイがっていう、すごいダークなやつでしたけどそうなんですここね、ちょっと二人意見分かれまして、僕はもう一個ね、反り返るかな、それとも下半身タイガースか。 えーとティッシュ片手にさんのトナカイの毛皮を切るっていうのをこれでねちょっとどっちか、あのー、悩んだんですけども、はい、じゃんけんで、こすりさん、はい、おめでとうございます。 ここにきて1票取りに来ましたね、今日でもう決まりますんで勝負かけるなら今日しかないですよ。そうですよ途中経過、いっていきましょうかよろしししいいでょうかお願ますラジオネームいかみそバターさん2票畜産おじチューブシブさん1票エビワンさん1票下半身タイガースさん1票合わせのマングースさん1票そしてベアクローさん1票。 で、ウルトラソウキさん1票、反り返る島バナナさん1票、で、今回のミコスリピューマハさん1票、横並びなんですけども、いかみそバターさんが1票抜きに出て、ます抜きに出てもうここはほぼ、さん決定ですただね、同率1位、あと1人、誰かなれなそうなんです、同率1位に食い込んでくるのか、それとももう1回、いかみそバターさんがぶち抜けるのか、どっちになるんでしょう、お楽しみですね。 もう最後のねラジオでこう楽しんでいきましょうねどうしますなんか年末特別企画みたいなのしますポイント2倍とかポイントやるやるとしたら最後ですからねいいですねちょっと早めのお年玉みたいな感じで下手すると下手するなんさんそういうのはステージこっち入る前に言いましょう今出てきましたあ本当終わるんだな俺なんかって今年 すいませんけども、急遽、年末特別特別ボーナスといいますかそれにポイント2倍モストバリアブルアンサーに輝いた方にはポイント2倍5倍とかじゃないだけまだマシですよねイオンかお前はそうです <laughs> いいですね、まあね、年末ですからね、うんあ、じゃあ、いかみそバターさんもしかしたら、<laughs> 破れる可能性があります、<laughs> だから、本気で来ないとだめです、いかみぶんねあの、もう安泰に入ってしまうと、手抜くと思うんで <laughs> あ、それはある、うん、それはある、ちょっとプレッシャーかけない最後までね、うん、ちょっとバチバチしてほしいのはありますから、うん、ただじゃもらえないぞと。 それあります楽しみではありますけどもんとさんナイスアドバイスちょっとねリスナーに嫌われるあれですけどもいかみそさんに嫌われる可能性ないですけどちょっとホッとしたはずないかみそさんはもうかけないもうメールかけないかもしれないですよはい今えーってなってるの何何って聞いてなかったみたいなそれでは最後のラジオでい。ね大喜利のアンサーベストアンサーには2ポイントっていうことで 抜けけまますすよよ皆さんただね、ちょっと年度末ってことで、今日ラジオで GO があるっていうのを忘れてる可能性があるんですよね。まあね、忙しい時期ですから、ギリギリまで。まあね、聞いていただいて、よろしくお願いしますね。そして8時半から始まります、今年最後のラジオで GO の大喜利のお題、いきましょうね。ラジオでが番組終了 番組が終わるきっかけとなった大喜利のお題とは。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。大喜利のお題で。そう、引退とは。放送倫理委員会に引っかかるというね。そうなん。大喜利のお題がひどかったのか。それともアンサーがひどかったのか。まあ、それもね、いろいろあの、深読みしていただいて、ただ番組を降ろされることになった。そう、きっかけのお題とは。 お願いします。いいですね。はい、どしどしえっとアンサーの方お待ちしておりますよ。アドレスの方行きましょう。F. M. 7 8 6 F. M. 読み単ド C. O. ド J. P.。全部小文字で F. M. 7 8 6 F. M. 読み単ド C. O. ド J. P. の方までお送りください。はい、よろしくお願いします。あの大喜利の場合ですね。懸命ラジオでご大喜利のコーナーとうかきょうさくよろしくお願いします。そうなんですよ。よろしくね。よろしくなんです。そうそうそう。 いや、あの風邪ひいてるわには元気っすね。いや、もうから元気です。もうね、ラジオ出勤前、ぶち切れそうでしたからね。理由は言わないですけど、ぶち切れそうでしたから。ほんとね、こっち入ってきた時の態度ね。みゆきねねぶん殴ろうかな。え、なんで殴りやすそうだから。ほら、もう怒られますよ。的がでかいですからね。おい、最後はやっぱいい感じに締めていきましょうよ。みゆきねねごめんね。 まはいえぼちぼちやっていきましょうはいあもう本当にねどうですか友マさんマスク通して声聞きにくいですか少しごもってる感はありますけどそんなにまあ聞きづらいっていうのは大丈夫ですオッケーうんなんか治ってきましたあ、治ってきましたドマヤさんのおかげであ良かったですいい薬だなって俺がはいどんねはいよそれはいいことですよはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはんどうしたクリスマス クリスマス、本当になんかね、無難に終わってったなって思って、僕なんかね、いつもっていうか、寿司食べたりしてるんですけど、今年はなんと、ちらし寿司でした。なんかバージョンアップしたね。ひな祭りかって感じでね。まさかのちらし司っていう。ちらしと、まさかのスススパゲティですママジかいクリにスパゲティです。 いややっぱねあのチキンとか王道行きましょうよ七面んの丸焼きしてもったらこんな骨付きのでしえでもまあそれもチキンであれば全然いいんですよ全部が想定外でしたしちらし寿司がめちゃくちゃうまかったですね一応寿司的にはバージョンアップしたんですねランクアップするいやでもなんか FB でフェイスブックで見ましたけどもなんか楽しそうにコスチュームも決めてそうですそうですからね 風邪ひく手前ですあれを経ての風ですなんで年末風邪ひいてるやべ友よさんがね普通毎週風邪ひいてるんですけどいやもうねまだちょっと若干残ってるからいや鼻ピーピー感はもう常に年がら年中ありますから犬と一緒です僕鼻が乾いたら風邪ひくんですよそうですかじゃあ常に濡らしてた方がいいそうそうローションとかビチャビチャローションとかでローションとかでじゃないワックスの体内から出てくるその液が汁が汁が鼻汁が やばいなヤバいな、ね、卑猥になったね <laughs>、はい、やまあね、うん、卑猥な番組で有名ですけ <laughs> クリスマスの話全く意味なかった、ね、いやでもまあなんだろうクリスマスも トントンと終わっていったなと思ってでこういう感じでまた正月もすぐ過ぎ去っていくんでしょうね,うね2015年、われわれどうなるんですかね。どうなんでしょう、うん、また2015年、うんえっと、第1回目の放送が6日ですか、1月6日。いやもう来年、ね、10日にはもうオフ会もありますから、楽楽ししみみでだよ、うんはい、これもまあ後ほど、うん、あのフリートークで触れていきたいなと思ってますよ。すね、はい はい、皆さん、どしどしあのメッセージ、あと大喜利のアンサーお待ちしておりますよ。ね。はい。今年最後ですから。はい。皆さんと一緒に締めていきましょう。そうですね。はい。よろしくお願いします。却下していきましょう。そうそう、すけね。却下するのもあると思って。あまりにも卑猥すぎるとね。却下していきますよ。はい、じゃあ、一旦締めていきます。I. C. M. です。 いないのが寂しいのじゃなくて <laughs> チョイスバッペだろ <laughs> 曲のチョイスバッペすぎるだろ <laughs> いや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  <laughs> <laughs> ちょっとねフリートークの俺がいないみたいなちょ違う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  <laughs> <laughs> 説明不足でしたねちょっとフリートークのを来てるんですけども、フリートーク先に見てしまって、ですねそそうですすれはみません。じゃあですね、2時間目、フリートークなんですけども、早速フリートークのすんで来てるんでね、行きましょう。か行きましょうラジオでこうフラートークに来てます読まなければよかったね。いきましょうね、はいいかみそバターですけど、今、チャンプですよ、今今のところてますよ、読んでいきましょうね。本日、職場の忘年会なので聞けません。 チーン,ーン取られる可能性大ですよ。2>, <laughs> 2ポイントですからね、なんと。<laughs> 先週聞き逃したので、はい、今年最後の今日は聞きたかったのに残念。はい。 新年会にピンクのリップ、るまる持参して、やらとものポケットに忍ばそうね、新犯人確定しましたね、あのね、新年からやめても、今年で終わらしますから、ピンク事件は、今年の後半からですが、お世話になりました、来年はエイリアン以外のネタが出てくることを、エイリアン以上のネタが出てくることを祈りつつ、優しくでございますはいいお願します。 えー、ほいじゃまたね、うん、吉原空いてるかな熟 <laughs> 女は好きですか、うん、僕はメスならエ,エニシング <laughs> <laughs> ちょっと文字化けしてますけどね <laughs> 後忘年会の、えー、準備、えー、しようねってことでセイ、はい、ってことで、ねうんえー、振り返るとエイリアンじゃなくてプレデターだったってことで来てます、はい、<laughs> 最後すべりましょて残念ですけども 合もうねちょっと1時間だけ忘年会抜けてねユーストで見てたらなるほどいけますからねいやいかみそバターさんだかここで抜かれるのかあの、なんかイヤホンさして聴いとくとかねいそう笑いしながらラジオは聴いとくどんだけラジオ好きなのかって話ですけどありがたいですどうなるんでしょうまあ結果はねもう「髪のみそ知る」ですからそうですねまあ僕も知ってるんですけどねどういう意味でしょうか僕が選ぶんでね はい、ありがとうございます。そうか、ギリギリの忘年会なんですね。そうですね。まあ、こういう会社多いと思うんですけどね。あ、そうですね。あ、楽しんでください。楽しんでくださいね。吉原に行くんですね。そうですね。しかも忘年会っていうのが、また、うまい、うまいですよね。いい感じにも、え、もじりましたね。そそううはい、え、イカビソバタさんでしたね。ありがとうございます。こちらもフリートークかな。行ってみましょう。はい、こっち来てますね。はい、いきましょう。直人さん。はい、智也さん、こんばんは。こんばんは。 ラジオネーム・なおです。はい、ありがとうございます。はい、お久しぶりですね。今年は私のメールを読んでくださり、本当にありがとうございました。<laughs> はい、ご丁寧ですね。ツタヤでお二人と、えー、クーニーさんにお会いできて、お話までできて、とてもいい年でした。 来年もよろしくお願いしますってことね。いやこちらこそよろしくお願いします。いやもう今年もねああ、来年もよろしくお願いしますね。ねまた今年良いお年を迎えれるように。もうあと一日ですけどもね。うん、そうですね。うん、うん、いやあの終わり良ければすべてよしですから。うん、<ー>僕なんて終わりで数えてますからね。<laughs> <laughs> ほんまに。はい、おバカさん<ー>。<laughs> 本当にはい、ありがとうございましたはい、なおさんこちらこそい来年もよろしくお願いします大喜利も待ってたりしますよそうそうそうもしかしたら取れるかもしれないですそうですよ利票ねかっさらっていく可能性もありますからはいはい、まあ今振りとこんな感じですかねはいはいじゃあちょっとずつですけどもラジオでこう一年間振り返りましょうかちょっと振り返ろうかなと思いまして一応ね、あの一年間の 大の大題っていうのを僕メモってるんですよちょっとスケジュール表の方にはいでねまあ去年あ今年の一発目のお題がですね初夢で○○を見ると今年一年の何を暗示しているということでこれはイラブーさんが撮っていってますねすごいですねこういうのもありつつゴリラをペットとして飼う時の注意事項または心得てありましたね <laughs> これ爆笑しましたけどね、僕。お題に爆笑しました <laughs> こういうのがたまーに来ますから、うん。たまに天才的なひらめきがありますからね、<laughs> 友さん。ありますね。恐竜からの逃げ方、ね、<laughs> <laughs> 意,味意味が、意味がじゃないですけどね。うん、いいですね。あと、あれですよ。 1>, 1月の28日火曜日なんですけども、うん、えっと、那覇市上空に現れた謎の物体の正体とはあ,なんかあったじゃないですか、うん、UFO 系のありました、ね、あ県庁の上にね、ちょっと未確認飛行物体ではないか、うん、なんか発光物体があったみたいなのがありましたよ、うん、まあそういうのも文字ってあったりあとなんだろうな <laughs> 2, 2月で言えば、うん、ウルトラマンが逆に街を荒らし始めた理由とはあ,ありましたね <laughs> ありました 面白いな。こうやって振り返ると。ありましたね。この時は髪の毛ゼロななさんが撮っていってるんですよ。最近ね髪の毛さんが聞かないですけど。そうですね。うんご多忙なんでしょうね。忙しいんでね。こんなポルターガイストは嫌だ。この時ちょっと怠けてる時ですね僕。そうですね。リスナーがやりにくいようだ。そう 簡単なのありますけどね3月でいうと未来からやってきた殺人ロボットそいつの唯一の弱点とはこの時はみこすりピューマンさんがっててますね上半期は髪の毛ゼロなので下半期ねみこすりさんどんどん切ってみこすりさんあとだからいかみそさんもちょいちょいとってきたと思いますねなんかもうねレベルが高い争いになってきましたね 最新カーナビに搭載されている驚きの機能とははいのね、前のせた女のことをバルサンこれも髪の毛ゼロランさん撮っていってるんですよ。いろんなお題あるな、4月で言えばね、こいつド M だなとすぐ分かったその仕草とはというね、そしてその週、こいつド S だなって、完全に手抜いてますよね。思いいいつかかんらやう ありますね、1歳になった赤ちゃんが初めて味わった挫折とはなんか、おじいちゃんの息が臭いとかありまよよく覚えてますね。結構僕、ラジオ好きなんでね。反省会、一人でしてますから、MD にとってね。っと、5月でいうと、神があなたに授けたしょうもない特殊能力とは っいうことで、こちら、えっと、地蔵さんですね。モッツァレラブロ。なんすか、それ。モッツァレラ、地蔵さんの、あの、もう一個の名前ですよ。モッツァレラブル。入りたくね。この方ね、ラジオネームいっぱい持ってますからね。たまに帰ってきますからね、変化球、交えてきますから。花岡じっとの力技。とかそれが、まあ、あの、有名どころ。最高ですけど。あります。あります。はい。あとね、怠けたんでしょうね。こんな絶叫マシンは嫌だって。 これデサロさん持ってってますまあやっぱ嫌だけはやりやすいですねやりやすいシンプルっちゃシンプルですからそういう時は若干自分怠けてますねいやいやややりやすいのがいいですよあと6月に入りますと「2000XX 年ある予言者の恐ろしい予言とは」っていうねありましたこの時は3番クロマティさんが取ってってますね自動さんです言うなん言うなん あとこの時またサッカーの時代、年というか、ワールドカップでしたから、あの FIFA 公式ルールに追加された驚きの新ルールとはっていうのもありまして、それはウルトラソーキさん、っててますこの時ね、友田さんがネイマール選手知らなくて、そんな感じなのっつって、俺が、あの痩せたイキックの人。 わかりやすいさっき聞きました今 CM にも出てますからねもうね日本で儲けてますねああ、そうですねイケメンだねでもよく見ますとまあイケメンってほどではないですじゃああれでサッカーも何もできなかったら何とも思わないでしょイケメンとは思わないでしょ何かギフトを持ってますから彼はサッカーで。俺たちもラジオとかな何もやってなかったただのおっさんよただのイケメンのおっさんじゃない つけんなイケメン前のけあ、フリトーク来てます、トムさんフリトーク来てますかあ来てますねちょっとちょちょっといじっていきましょうこの方から来てるよ、でもまあいきましょうはい、行きましょうえー、肛門はあ、間違いえこんばんはトムさん、やめましょうか行きましょう行きましょうねえこんばんは今年も終わるねはいはーい毎電話から雄電話まで 最高の感動を約束する最高のお友達ベイマックスのお友達た縦数字くっきり子はよ相変わらずですね <laughs> 相変わらずですねほにゃららおさめしましたかった、はい、<laughs> 今からというあなたもこれからラジオでご聞きながらというあなるもちょっと小声だったね、うん、あ間違いあなたも、うんえー、ベイマックスで濡れた奥さんも、はい バイパスの交差って微妙じゃねって思った人も多いはず、意味がっかな、読みたんのでしょうね。最後になりましたけど、来年もよろしくお願いしますと、はい、こっち読めないです。では、よい音しようということで、この一行全くいないよね、誰とも繋がってないよね、読めるとしたらね、前立腺ぐらいです、亀頭、祈祷なんですけど。 もう最後までね。はい、くっきりこぶしですね。本当にね。うん、ありがとうございます。あの僕も思うんですけど、竹本さんとかも笑いを誘ってですね。あの間違えたってあるじゃないですか。あります。あります。あります。送る前に見直して直せるんですけど、あえて送るっていう。そこあえて間違えた方式ですね。うん、まあね。上手なのか下手なのかって言うと下手ですけど。 全くオブラートじゃないですからね。ドストレートの直球ですからね。<laughs> いやー、すじさん。ありがとうございます。はい、くっきり子さん、ありがとうございますね。<うん S 2> また来年もよろしくお願いします。ぜひ、<うん S 2> あの、オフ会にも顔出していただいて<は>い、うん、くっきり子さんがどんな人なのかね。そうそうそう。周りにもね、知らしめましょう。<laughs> <laughs> 知らしめる。罰みたいになって、公開処刑です。バ <laughs> マイさんぐらいの公開処刑です。<laughs> <laughs> いや、フリード君、まさらっと終わりますけども、はい、CM ですね。はい、CM です。はい。

まあね、さらっとね1年を振り返ろうと思ったんですけど、やっぱり感染1時間では収まらないかな、うんまあ大喜利もありますから、ただね、あのこの CM が長かったっていうのがあるすそれはあるね、ってたんまあね、あのラジオでビンゴ、おせちに飽きたら FM を見たんって言ってましたけど、おせちに飽きんかったら FM を見たんだ。 ね、FM も読みたいに飽きたらまたおせちに戻るっていうパターンがありますからね <laughs> はいよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします <laughs> 表裏体ってやつね。すはいありがとうございますいじゃあのツさん、はい、もう一度お題のおぎりのお題お願いします今年最後のお題ですねはいよラジオでご番組終了番組が終わるきっかけとなったおぎりのお題とは何でしょうかスイート ああ、マスクがあるとやっぱ喋りにくいっすね。いや、ちょっとごもっちゃいますね。唇が当たるんですよね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。お前がぶっ込む家をぶったはい、えー、何、何、何あなるほどね。全然卑猥じゃないですからね。はい、行きましょうか。気持ちをすな。これがオブラートの魔術師です。きましょうはい、じゃあね、もう、今回の。 一発目この方は来てるんでいきましょうかね、はい、ラジオネーム「反り返る島バナナさん」毎度です来ましたね絞ってきましたよ行きましょうか反り返る島バナナさん行きましょう,しょうラジオで号外番組終了番組が終わるきっかけとなった大喜利のお題とは何でしょうかせ今度就任した沖縄県知事を一言で怒らせてください <laughs> <laughs> 知事権力で潰されるってやつですね 言えないこといっぱいありますからね、ずれない政治、<laughs> ずれない政治とか言うな、<laughs> はい、ありがとうございます、パート行きましょう、うん、ラジオで午後、番組終了、番組が終わるきっかけとなった扇のお題とは何でしょうか、<っ>放送行動を完全無視したラジオネームを考えてください。<laughs> <laughs> いい、まあ、いっぱいいますけどねいますよ、うん、ラジオでこちょっっと多いすすよでに何体か潜伏してますよね <laughs> 何体って<笑><笑>いますけどまあこれギリですよね、うん、まあねギリギリものもありますけどもね、うんうん、<laughs> パート3こっいこうかラジオでここが番組終了番組が終わるきっかけとなった大喜利のお題とは何でしょうか、はい表に出してはいけない FM 読みたんの社長の秘密を教えてください、はい <laughs> これもいっぱいありますけどねうん 喧嘩になりますね、これ局長はねちょっと酒入るとゆでだこになりますからねおいこういうことを慎めってことでいいいそういうのもうバンバン言ってたら終わっちゃうね僕たちね個人的に怒られてくださいあの f m た短としてじゃなくて個人的に怒られてますねともやのあとちょっと着てみって言われますね ひざまずきしてみてリアルですね、うん、パート4、はい、ラジオでここが番組終了番組が終わるきっかけとなった大喜木のお題とは何でしょうかせ、はい辺野古のそわり込み集会で参加者を怒らせた一言とはせい まあでもねええぐってしまうとほんにああだよダメよってなりますからんつうかマジのやつ来そうですからねそうそうそう読めないやつも来そうですまたこういうの反り返る島バナナさんは得意そう出てるんですけどねちょっとこういうね刺激的なものも楽しそうですもね政治ネタで大喜利とかってやらないですね僕たちねこの緊張と緩和って言いますかああいっちゃいけないところでいっちゃうみたいな。 でも言うことによってね、なんか解放されるかもありますけども、まあ、まあ表現の自由ってありますからね。ありますあります。全然言っていいんですよ。ラジオのタブーに挑戦するのか来年は。政治ネタいけるか。まあね。うん。ま来ました来たらやってみましょうか。そうですかね。わかりました。はいえそれから島原奈さんありがとうございます。あこちら来てるんで行きましょう。はいお久しぶりですね。 来てます来てますえっ、ー、と横溝横ちんくんが来てますね毎度ですはい毎度ですね行きましょうかはい行きましょうか、はい、ラジオで動画番組終了番組が終わるきっかけとなった小木のお題とは何でしょうか、うん、せい<っ>肛門にビーズ何個入ったでしょうその数と理由とはせいやばこれ面白いな、うん、何を言ってるんですかあ<の> <laughs> 別に理由いいらなくなく <laughs> 何個入ったかでいいよね。全然面白くないけどね。理由はいらんだろうが。入ったから入ったんいや、3個とか言って、その理由が、奥が詰まってたってそういう意味ね。具がね。具がぎっしりね。にょっきにょっきしてたって、はい、ありがとうございますね。ああ、ねやっぱ久々に来たらこういうことなんですよ、横水やこちんくんね。事故ですね。 はい、ありがとうございます。お久しぶりです。お帰りなさい。うん、来年もよろしくお願いしますね。横水横ちんくん。はい。はい。お願いします。行きましょうね。はい。ナオトの声があんま入ってないから。マスクのせいでしょうね。あ、今聞こえますだから大丈夫か。今聞こえますよ。申し訳ないですね。はい。こちら行きましょう。え、ラジオネーム関心たかス。マイロです。さあ来てます。行きましょう。はい。ラジオでここが番組終了。番組が終わるきっかけとなったオギのお題とは何でしょうか。セップ。 これはまずいだろうと思う放送禁止用語を包み隠さず教えてください。<laughs> やっぱこうなってくるんかな、やっぱ <laughs> 似た芸ではありますけども、放送,放送禁止用語をえぐらない限りは、うん。<laughs> そうですねまだ 大大丈丈夫夫ななんでしょうねね僕ら直接メール読まずにちょっと濁して読んでギリギリにってますから本当に危ないっていうのはやっぱ読まないですからさっきみたいにさっきのちょっとやばかったですからね昔は読んでましたよねだんだん大人になってきたよねやっぱ有名になってくるとリスナーが子供に見えてきますからね守ってやらないとって。 それもありますねちょっと続きなんですけども「大喜利の大台で読谷商公開すべてを敵に回したから」<laughs> <laughs> って出てきてますあこれ大喜利だな大喜利か、うん、あの大台かだなあじゃあもう一回、えー、もう一個あるんでこちら行きましょう、はい、ラジオで動画番組終了番組が終わるきっかけとなった大喜利のお題とは何でしょうか、はい、超大物ゲストを完全にディスったお題を出して超大物ゲストに二人が血祭りにあげられ続行不可能になったから <laughs> 超大物ゲストってどういう感じなんでしょうねえー、どういうのが来ます以前来ましたよね,ね来ましたねああいう方に僕らがディスったりすると、はい、うわーもうこ恐れ多い怖いですよ身長185ぐらいだったから、ね、<laughs> ボッコボッコや、うん、<laughs> 終わったとそうそうドサンコ拳がね <laughs> もう冬の鉄拳ですよ <laughs> 本当にそれはね怖い終わるだろうな <laughs> 俺なんか自粛しそうで、ね、怒られるっていうよりはもう急に次の週からおとなしくなりやがってる <laughs> 歯が56 <laughs> 本しかないってい <laughs> マジで <laughs> 56本少なくねい<や>どんだけバッキバキにやられてる CM で他社の CM では大人にまで成人になるまで歯を20本残してるんですよ56本しかないんですか <laughs> 神神 はいえー、下半身タイガーさん、ありがとうございます。いますうん、はいじゃあ次、こちら行こうかな、はい、はい、こちら行きましょう、はい、えー、ラジオネーム、下半身タイガーさん連続ですよ、来てますね、取りに来てます,、ね、てますよ、行きましょう、はい、ラジオでゴーが番組終了、番組が終わるきっかけとなったその理由とは何でしょうか、せい、大喜利のお題が特定機密保護法に引っかかって、お二人が檻の中へ行ったから。せ<い> <laughs> あの、このレベルじゃ終わらないですよ、ね。僕ら電話でラジオってできますからね、いやいや、人入ってしまうと、こっちにいないですから、が。スタジオに、ハッキングっす、またハッキングっす、なんか特定機密保護法って、もう知ってはいけない、秘密の秘密、漏らしちゃいけない。 パトあパトツルッ<え> <laughs> <laughs> 大丈夫ですかごさん大丈夫じゃない <laughs> 年末ですよ,そうですよ締めていきましょういきましょうごめんなさいラジオで動画番組終了番組が終わるきっかけとなったその流動なんでしょうかせい大喜利のお題で北の将軍様をお題にしたためにサイバーテロにあったせ<い> <laughs> 結構ですね政治好きそうですねそうですね、うん <laughs> サイバーテロですよ、だから、あの、ボケてってご存知ですか、アプリ、写真で一言みたいな、ああ、ちょっと、あれでね、北の将軍様とこの兵士が並んでて、傘さしてるのがあるんですけど、あれで一言、面白いのがあって、雨降ってるじゃないのっていう全員死刑っていうのがあったんですそういう感じですよ、怒らせてしまったかたいに、僕ら、テロでやられるって感じですよ。 面白い、面白い、こう首でしょうね、僕なー業。ラジオでこうが番組終了、番組が終わったきっかけとなったその流動なんでしょうか、せい、友哉と直人が嫁に三下り半つけられたから、何ですか、三下り半って。いいなんか、ググってください、スーパーコンピューターで、三下り半。ちょっとテロ攻撃しましょう、み下りな いやまあね嫁をねよしよししていくのも円滑に番組を進める一つの理由ではありますからねありがとうございます半身大河さん取りに来てますねありがとうございます次こちら行きましょう戸張さんググった結果ですね「三下り半」とは夫婦の縁を断つという意味で重いもともとは離縁の際夫が妻の家族に出した離別状のことです 離婚届みたいな感じですね。厳しいな。これ。終わるね。プライベートで終わるね。というか、逆にもしかしたらもっと自由になるかもしれない。羽ばたくっていうね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっこちら行きましょう。はい、来た。なおまんでございます。パクリですよ。これ完全にパクリですよ。 久々にラジオを聴きながら、うん、M 字開脚 <laughs>、はい。縦筋くっきりこわよ <laughs>、はい。ありがとうございます。大喜利参加するね。はい、では、今夜もこういうのかけられたいぞ <laughs> <laughs>。ドピュッとな。<laughs> これ怒られないですかね <laughs> 怒本家からね多分来るでしょうね怒られるでしょいきましょうはいじゃあえっとこれは何なのかなお腹に一発お腹に一発いきましょうかお題が女の子がこれも大喜利入ってますあマジかいきましょうねラジオで動画番組終了番組が終わるきっかけとなったその理由とは何でしょうかお題が女の子が欲しそうにしている野菜はこれセーフですよね 全然セーフですよね、ねこれさんセーフかセーフでしょあの別に欲しいだけですからね昔ねあのエロビーコーナーでちょっと友達とね悪ふざけでねちょっとおもしろー AV のタイトル探そうっていうのをやってねパロってるやつすっごいパロってるやつがあってね面白かったのがね私のあそこはベジタリアンっていうの野菜好きなんでしょうね ね、それを今ちょっと思い浮かべましたけどラベラーとか好きでしょうね行 <laughs> きましょうちょっと時間のほうがないんで4時間目にねヒヒじってきましょう CM です、はい Thank you はい皆さんお疲れ様です。最後で2004年最後の放送になりましたけどもエンディングでございます。あっという間ですエンディング。も1時間やっぱ早いな。ですねトマさん。はいまあねクッキリ子さんの途中だったんですけどもね。目を通しました。はい。えっと2発目3発目読めません。アウトです。すいません。もうねせっかくメールいただいたんですけどもパコ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 起きてきのう使沸騰してるんですねなんかあのなんですか夜間のね上蓋が。 のでオマシンに乗ったみたいに湯気でね、やるみたいなじですけども。くきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっと、次こちら行きましょう。来てますね。えっと、こんばんは。熱もなく関節の痛みはなく、風邪症状だけでインフルエンザの検査を受けたら、インフルエンザでした。ええ、大喜利考えるの疲れるから聞くだけね。これはね、俺なんかの。 疲れるよほんとだ陰性出てますよラジオネームキラキラトウユさん久しぶりですありがとうございますトウユさんまた年末にインフルエンザってそうですねあいやな大丈夫ですかねいや早めに分かったんかな早めに分かったんだったらやっぱ症状も悪化する前に治ったりするのかい風邪症状はあったんだねああ症状的な大丈夫ですかね性別女になってますけど大丈夫ですかね いや、添付されてる写真があるんですけど、東芝さんは女です、女性です、はい、素敵な、もう、そうそこいじるな、はい、<laughs> いやいや、これ見,見られたらまずくないのかなってってそっかそっかか、はい <laughs> うちのスタッフ見そうなんでね。はい、ありがとうございます。ね、えっと生年月日は綺麗に隠してます。あのほんまや。はい、ありがとうございます。ええ、キラキラトウさん、どうかお大事に。大事にね。僕もちょっと風邪いてるんですけど。そうですね。ゆっくり直してください。はい。じゃあ次こちらいきましょう。はい。 来てますねラジオネーム反り返る島バナナさん」いきましょうかラジオで豪華番組終了番組が終わるきっかけとなったおぎのお題とは何でしょうか病気持ってるかなと思われる子を見分ける方法とはそうです爆笑してますけどそんなに面白かった それ持ってたいじゃないですかもしかしてねだからどっかのバーでーで素に飲んでて女の子が来てそして今日お一人ですかみたいなで、ここでねいい感じになってそもしかしたら持ち帰るかもしれないわけですよ今からね可能性としてはゼロではないわけだから俺も直人もピンクのねピンクの時点だったらもうあ、ごめんなさいってなるけどもそれでねもし何か持ってて った日にはもうアウトですよ嫁にもうバレてそこまで病気持ってる人は一緒にね歩いてる時にスカートの下からポトポト海が出てるお前重症や菜っすねアスファルトがジューって溶けていくんですエイリアンやんすねいやこれに病気切れたらすごいよこれちょっとやりたいな思ったもんこそって見とねちょっと持ってるでしょ 全身かさぼたとかいいっすね。はい、パート2。はい、ラジオで豪華番組終了、番組が終わるきっかけとなった大ぎのお題とは何でしょうか。せ亀が大粒の涙を絶え間なく流してます。なぜ振りが雑。雑ね。まあ、普通に見れば散乱してんでしょって思うんですけど。そう思うんですけども、そこはもう歪めていきましょうそう。 ね、これではでも放送禁止というか終わることはないよ、大丈夫よ、夫ただねあの、アンサーがアウトだったらアウトですけども。うん <laughs> はい、それでは。はい、反り返る島原さん、ありがとうございますね。はい、来ましたね。ほとんど来ましたけど、ちょっとフリートーク来てるんでいきましょう。い、じっていきましょう。お二人さん、こんばんは。ラジオネームたけぼんです。お二人さん、デイジなってるわ。どうした、どうした。キラキラというか、インフルエンザ A. 型になってるわ。知ってますよ。もう。竹本さんより先に知ってます。多分、もしか、もしかしたらね。竹本さんより先に知ってますよ。僕ら。A. 型は今知りましたね。ただの風邪かと思ったら、インフルエンザ A. 型と診断されたそうだ。 昔話風で、遅い、遅い、前に持ってこう、かっこいすから。本人は至って元気なんですけど、お二人はどう思いますか、かっこ笑い、笑えよ、今年も面白い放送ありがとうございました、ありがとうございます来年も世間の冷たい目線に負けずに、面白い放送よろしくお願いします。 そんなにメール結構いただいてますんでそんなに冷たいのねそうですね、ではよい年末をお過ごしください竹ンでしたありがとうございます竹本さんね来年もよろしくお願いしますありがとうございますねでもね気にしないでいただ世間の冷たい目線にマジでまあね 認知されてないですからね。そうあります。竹本さん本当にねあの豊友さんを気遣ってあげてくださいね。うん。そして B 型でね緩和してあげてください。分かち合うとシェアシェアってください。時代はシェアです。はい来年もよろしくお願いしますね。あいつこちら行きましょう。この方来てるなやっぱラジコネーム下半身タイガースさん。行きましょう。はい行きましょう。ワンツスリーフォー来てる。 いや、ちょっとこっち上の二行は読んでもいいあそっか、えーと…あ、全部読んでいい全部お題ですね大喜利じゃないですね、これあ、そうですかえと夜の盗塁王と呼ばれるお二人さん、こんばんはこんばんはです夜の、えー、詩作王、下半身タイガース失策を監督として失策なんですね今年を… お世話になりました来年度もよろしくお願いいたしますってこといやこちらこそこちらこそよろしくお願いいたしますなんか失敗したんですかねどうにかまたオフ会の方にもそうですねどうにか遊びに来てくださいオフ会までにはみんなね風直して参加しましょうよいいっすねい失策をいいっすね褒めるところ一個もないってやつですよねありがとうございます いいですね。うん、はい、えー。下半身タイガーさんでした。ありがとうございまーす。もう来年もよろしくお願いしますね。はい。よろしくいしはい。今はもうこも、こんな感じから指名をしました。来ました。たこれまでいきましょうか。いきましょう。<い>こちらまでいきましょう。はい、はい。えーと、海賊王に俺はなる。はい、海風俗王に俺、アなる大好き。<laughs> <laughs> アホやん、うち。<laughs> あ、皆さん、おばんでございます。みこすりビューマーでございます。はい。来ましたね。ちょっと行ってみたかった、行ってみたかったので、行、はい、ってみました。はい、さあ、富谷さん、直人さん、はい、そしてリスナーの皆さん、今年もたくさん楽しませていただき、ありがとうござ、本当にありがとうございます。こちらこそ、えー。今年はオブラートに包まない、むき出しの投稿が多く。<laughs> 後半攻めてましたよね。日十 <laughs> さんの、ね。お、うん、えーっと、ご迷惑をおかけしました。いやいや来年もそんな感じの投稿になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。はい、さあ、今日も張り切っていきましょう。根性の一番絞り。いきましょう。目ラジオで動画番組終了番組が終わるきっかけとなった大木のお題とは何でしょうか、うん、せい。お題が、素敵な上の口も下の口もよだれが出ちゃう大人のディナーとは。せい。<laughs> <laughs> 全然ったから先に謝ってれば何言ってもいいってわけじゃないですからね。まあ一応オーブラートですけども。はい。次ですね。はい、残りこちらきましょうはいすみませんけど待ってよちょっとスクロールできない。あ、来た来た来た。はいきましょうね。はい、残り10秒かいきましょう。ラジオで豪華番組終了番組が終わるきっかけとなった大木のお題は何でしょうかせってなっちゃうそのお薬とその 入手ルートは1 0ちょっとねうん、意味が意味があるしね意味があるしねありがとうございますいやー美子水美さんありがとうございますねじゃあもうね駆け込みですけども締めキャラしていただきますうん。僕選びましょうあの方ですね今回は僕はちょっと爆笑していただいたんではいただいたって意味がんです爆笑しましたんでねしましたんでね この方だった。うん。これか。うん。これですね。行きましょう。えっと、ラジオネーム、反り返る島バナナさん、モストバリアブルアンサーに輝きました。はい。そして、えっと、今回待ってよ。集計は集計は。どこいった。集計、どこ行った。急げ急げ、時間ないよ。あれ、どこ行った。あ、これ。はい。これですね。はい。はい、すみません。ってことで。今年、え今回三月スパンのモストバリアブルファイナルアンサー。はい。発表します。ラジオネーム。 ソリカエルシババナナさんでーすよす <laughs> ギリギリ来年もよろしくお願いします <laughs> ラジオにごでゴールしたっぺーす良 <laughs> いお年をおやすみなさい <laughs>